はいどうも、白熊先生です、えー。今回もですね、気になるニュースについて解説、考察をしておきます。よかったら、ラジオ的な感覚でお楽しみくださいと、えー。今回ですね、取り上げたいニュースは何かっていうと、現在ですね、ジャニーズ性加害問題が話題になっています。で、その流れで、ジャニーズがいかにですね、テレビ局側に対して権力を持っていたのか。 テレビ局側がジャニーズのの言いななり下僕だったのかっったかててことがねね、えー、話題になってますよ、ね、で今回なんですけども、まさにそれを証明するですね、ある小説と言いますかですね、コラムと言いますか、がですね、現在話題になってるんですね。これ何かというとですね、鈴木治さんという放送作家が書いたらですね、スマップの一番長い日というね、話なんですね。はい。えー、これはですね、何かというと、あの、鈴木治さんというね、まあ放送作家の方で、当時スマップスナップにっていうですね、番組についていた方なんですけども、スマップスナップ内でスマップがですね、解散ということをですね、 生,生報告、生放送では、ね、言うっていう回があったんですけどもその時のですね、まさに作家としてでいろいろ台本を書いたりしていたのがこの鈴木さんなわけなんですね、まあ、彼がですね、後に書いたこのですねコラムの中にはですね当時のね、SMAP がどれだけ悩んだかだったりとかジャニーズののさ、テレビの言いいなり具合ててが書かれています、まあ、今回はこの長い内容をですねギュギュッと短くまとめてです、ね、皆さんに伝えていきながらそこでですね、このテレビの下僕っぷりについてですね話していこうかなというふうに思っておりますはい え、まずなんですけども、そもそもこの鈴木修さんという方はですね、お笑いのですね、作家、構成作家とを通してですね、数々の有名なバラエティ番組に作家で入ったりとかしているんですよね。で、その中で、いわゆるこのスマップスマップというですね、スマップさんが当時やっていた夜10時とかだな、フジテレビですよね、確かね。フジテレビの、確か夜10時からやっていた、もう20年くらいか、もう10年以上はやってたのかな。相当長い間続いたですね、バラエティ番組ありますよね。ビストラスマップとかね、そういうなんかね、えー、名物コーナーなんかもありましたけども、まあ、そのですね、作家さんをやっていたんですね。 でこの鈴木さんはもうずっとスマップと一緒にやっていて本当に仲良しだったみたいです。はい で、そんな中でなんですけども、スマップさんのね、要はその解散の裏側をですね、その鈴木治さんがちょっと前にですね、その小説形式といいますか、コラム形式でですね、まあ、要は暴露的な感じで、ね、書き出したわけなんですよね。で、その中には赤裸々にですね、当時裏側では何が起きていたのかってことがですね、書かれているわけなんですね。はい。で、ちなみになんですけど、当時のですね、その生放送、まあ僕もですね、見たんですけども、当時ね、えー、すごい異常だったんですよね。というは何かっていうと、なんと、生放送でね、ジャニーズが、あジャニーズ内のこの私、 私たちスマップ解散しますってい,うです、ね、いわゆるその解散報告というよりも公開謝罪番組っていう感じになってたんですね。と、はいうのは何かっていうと当時ですね そのスマップというのはですね、スマップのマネージャーにはすごいね、優秀な社員である飯島さんという女性がいらっしゃったんですよね。で、そもそもその飯島さんがスマップを連れてですね、そのジャニーズを出ようとしたわけなんですよね。そしたらジャニーズは当然ですけど、そんなこと許さないってなるわけですよ。はい。で、その結果、揉めに揉めたわけなんですよね。そして最終的にその木村拓哉さんと中井正宏さんが残ることによの、残ることになって、残りの3人はですね、まあ、えー、辞めることになったんですね。で、それでスマップが解散したわけなんです。はい。 まあ、ちなみになんですけども、その後、ね、事務所に中居さんは残ったんですけど、数年後にですね、ジャニー喜多川さんが亡くなった瞬間にですね、中居さんはすぐさまジャニーズから出ていきました。はい。で、その当時、えー、最初に出ていた3人がその後、飯島さんと共に作ったのが、新しい地図というですね、グループなんですね、まあ。しかしなんですけども、当時やっていたテレビ番組が軒並み終わりました。いわゆるそのジャニーズによる圧力なわけなんですね。はい。で、まあ結局なんですけども、 最初から最後までですね、ジャニーズにずっと従順だったのは、キムタクさん、キムラタクヤさんだけだったんですね。なので、その生放送の中ではですね、いわゆる、その、うん、その、キムラさんは謝るわけじゃないんですよ。キムラさん以外の残りの4人が、皆さんに迷惑をかけて、して、すみませんでしたと。私たちが勝手なことをしてすみませんでしたっていうですね、いわゆる、その、公開謝罪番組なんですね。こうすごい大事なところなんですけども。はい。要は、私たちがこんな勝手なことをして、ジャニーズを出ていくことになってしまって、本当にすみませんでした。私たちは罪深い人間ですっていうことですね。 生放送で全国民に対してですね放送するというですねものすごい鬼畜の商業とも言えるですね番組だったわけなんですよねはいもう一回言いますけどもただの解散報告会ではなくて公開謝罪生番組だったっていうふうに考えたらいかに異常だったのかがわかりますよねはいでまさにそれを裏で作っていた台本を書いていたのはこの鈴木さんという方だったわけなんですねはいで。 鈴木さん曰くなんですけども、まず第一にですね、えー、彼はですね、要はその裏側ですね、スタッフ側からするとですね、当時ですね、そのまあね、いつも通りですね、そのまあ何月何日にね、え、最新回が放送されるわけじゃないですか。で、当然なんですけども、もう以前に撮影してですね、全バラエティ企画とかね、もう編集も終わって、あとは放送するだけっていう状況になっていたんですね。まあしかしなんですけども、当時ね、このスマップがですね、解散するのかどうなのかとか、ね、どうなるんだっていう話が結構ね、よく話題になっていたんですよ。はい。ただ現場の人間たちでさえですね、じゃ実際に辞めるのかどう なののかか続くのかってことも何も知らない状況だったらしいんですよね。要は、何も情報が入ってこない状況だったと。はい。で、そうこうしてるうちにですね、その放送会、まあ、通常会ですね、放送する会の、えー、午前0時過ぎですね。はい。まあ、つまり、えー、夜10時から放送するんであれば、22時間前くらいにですね、真夜中にですね、なんと連絡があったらしいんですね。その会、えー、そのフジテレビ側から。そしてですね、今すぐフジテレビに来てくれっていう風に言われたらしいんですよ。はい。で、もう午前0時を回ってね、もう本当に遅い時間なんですけども、みんなね、フジテレビに大集結したらしいんですね、スタッフが。はい。で そこでですね、何が伝えられたかというとですね、今日のスマップスマップは一部分が生放送になるぞっていう風に言われたらしいんですね。はい。生放送に。で、そこで初めて言われたんですよ。うん。ね で、しかもこれ何がするかっていうと、じゃあ生放送で一体これ何をするんですかと。ね。SMAP が解散するんですかそれともコロン後も続けていきますよっていう報告会なんですか何なんですかって言ったら、いや、わからないって言うんですね。はい。要は、そのジャニーズ側から何をするかはまだ伝えないけども、今日のその夜10時生放送枠を開けろっていう風にね、要求が来たんですね。そして、テレビ局がそれを飲んでわかりましたってなったらしいんですよ。はい。皆さんこれやばくないですかこの権力構造。ね。だって、テレビってさ、そんな簡単にさ、ね。 で、あの、今日さ、生放送するからさ、枠開けといて、え、何するかって、いや、まだ決めてないけど、とりあえず開けといて、っていう風に言って、はい、わかりました、開けさせていただきます、っていう風に、そんな簡単にできるもんなのかって話なんですよ。うん。で、これって、普通だったら絶対無理ですよね。はい。 いかにジャニーズとテレビ局がズブズブなのか。そして、もうズブズブところが下僕ですよね、言ってしまえば。ね。だってジャニーズからさ、今日の夜10時、ちょっとスマップスマップ通常放送会なんだけども、ちょっと生放送にするからさ、もう今すぐ生放送にするから、そういう風に動いて、え、何するかは言わないけど、とにかく生放送にしといて、動いてそういう風にって言われたら、はい、わかりました。じゃあそういう風に動かさせていただきます。すぐさまですね。スタッフとかもね、今午前0時過ぎなんですけど、集めさせていただきます。準備の方させていただきますってなってるわけじゃないですか。ね。いや、どんだけ従ってんだよって話なわけですよ。ね。すごくないですか これ力関係主従関係完全に主がジャニーズで銃がフジテレビじゃんっていう話したわけですよはい。で、えー、鈴木さんはですね当時どっちになるか本当にわからない段階ででもとにかくそのね えー、いわゆるその生放送の準備を進めていくわけですよ。はい。で、だんだん進めていくうちにですね、結局、公開謝罪になるってことが分かったんですね。解散公開謝罪になるということがですね、鈴木さんを分かったわけなんですね。はい。で、そこから鈴木さんはいわゆるその木村さんとかと連絡を取ったりとかしながら、まあいろいろとですね、考えたらしいんですよ。はい。まあいわゆるその鈴木さんからするとですね、今までですよ、そのジャニーズのね、中でのスマップとずっと仕事を一緒にやってきて、やっぱ本当に仲良かった、仲が良かったらしいんですよ。で、スマップスマップっていうバラエティ番組を立ち上げて、実際このスマスマって大 ヒットしてたわけじゃないですか、ね、だから世の中の人たちを笑わせる笑顔にさせるこんだけ面白いものを自分たちが作ってきたっていう自負があるにもかかわらず今回こんな風にね まあ言ってみたら、ジャニーズの個人的な意向でさ、生放送で、かつね、公開謝罪をさせられると。ね。で、それの台本というか、裏方として自分は動かないといけないわけじゃないですか。それに対する葛藤というかですね、思いはいろいろあったらしいんですよね。要は、自分はこんなことをするために作家になったんじゃないみたいな。もう作家としての自分は今日死んだと。もうそれくらいですね、結構ね、思い詰めちゃったらしいんですよね。うん。まあ確かにそうですよね。真逆ですもんね。はい。世の中の人たちを笑わせたい、面白いメディア、番組を作りたいんだって思ってやってたのに、うん。 ねジャニーズという会社の片棒を担いでですね、一部のメンバーたちを公開生説教といいますかね、公開粛清、ね、<laughs> させる現場の、ね、片棒を担ぐわけですからね。ってなると確かによ、ね、鈴木さんからすると結構なんか、うん、来るものはあったのかなっていう気はします。はい。で、そうこうしてるうちにですね、ね鈴木さんはですね、その台本を書く側ですから、いわゆるその4人のメンバーたちの謝罪文ですね、これもですね、実は鈴木さんが書いてたらしいんですよ。はい。この辺はやっぱりテレビだなっていう感じがしますよね。当時僕もね、その放送を 見てたんですけどもメンバーの人たちが自分の言葉で言ってるように感じましたけど実はあれ全部台本だったわけなんですねはい。裏では鈴木さんが全部書いていたとこ、ね、で書いた後にそれをジャニー事務所に送ってまた帰ってきていや添削とかされるわけですよいやここの部分もっとこうこうこうだからこんな風にしてみたいなあ、わかりましたカチカチカチ もう一回送ってどうですかはい、オッケーみたいな、こういうやり取りを何回か重ねて、鈴木さんが書いたんですね。はい。まさに台本を書いていたわけですよ。はい。で、その内容をメモとして各メンバーに伝えて、こんな感じで喋ってくださいねっていうふうに伝えて、そしてその生放送がついに始まったんですね。異常なまでの生放送。はい。ね、木村さんとジャニーズ側が善であり、残りの4人がジャニーズを出ようと格索とした悪であると。そして、ご迷惑をかけてすいませんでしたっていうふうに、4人が謝るというですね、まさに公開謝罪、生説教ですね。そういった現場の放送が起こた。 行われたわけなんですね。うん。 で、その後実際にですね、まあさっきも言いましたけど、ジャニーズは解散していったということなんですね。はい。で、その後鈴木さんはそれから何年か経った後にですね、このようなですね、小説で言いますか、コラムを連載し出して、その中でジャニーズの闇について語り出したわけなんですね。はい。だからやっぱり鈴木さんとしてもですね、当時のね、あの時放送作家としての自分は死んだとまで言きましたから、やはりずっと自分の心にですね、こう、なんていうか、くさびと言いますか、が刺さってる状態だったんですかね、針と言いますか。うん。で、ずっとずっと気になっていて、これどうなんだ、どうなんだと思って、 ていてそれがついい最近ですねまあ、いわゆるのジャニーズ性加害問題とかいろんなこともあってさ要は叩きやすいという言い方あれですけどもまあ意見を言いやすい状態になったじゃないですか、まあ、そういうのもあって鈴木さんもあの頃の思いをねついに書けると思ってこう書き出したんじゃないかなっていうふうに、えー、思いますはいもう本当にねまあ、今回は僕ギュギュッとねもう本当に短くして話しましたけどもこれ以外にもですねかなり赤裸々のですねこのジャニーズの怖さだったりとかですね芸能界の怖さ的なものをですね鈴木さんが書いてらっしゃるので、ねまあ、皆さんも機会があったら読んでいただきたいなと思いますはい、まあ、正直でねでも 鈴木さんさんこんなこと書いちゃって今後テレビ業界で仕事する気あんのかなっていうくらい結構踏み込んで書いてるんですよねうん、まあ、ただね鈴木さんにとって何がラッキーだったかっていうと当時このね小説というかコラムを書いた時はですねここまでジャニーズ問題が大ごとになってなかったんですよ、まあ、しかしなんですけど現在さやっぱりジャニーズが謝罪してどうこうってどん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 話が大きくなっていってるじゃないですかねここまで話が大きくなってしまえば鈴木さんがまあ,あんだけジャニーズ批判的な意味合いのねまあ文章を書いたけどもまあね干されることはないかなっていう感じがしますよねうんはい まさかここまでね、後々大きな問題になるとはと。はい。それは多分、鈴木さんも書いた段階では予測し得なかったことだと思うんで、鈴木さんからするとラッキーなんじゃないですかね。ここまで大ごとになってくれたわけで、よし、これで自分も辞めずに済むって言うとね、あれですけども。はい。そこは鈴木さんはラッキーだったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ、何せはですね、フジテレビは完全なるですね、えー、<laughs> ジャニーズのですね、下僕だったってことですね。はい。ね、電話一本もらえれば、すぐに生放送の時間開けます。何をするかわかんなくてもすぐ開けます。開けさせていただきます。はい、っていうですね、関係だったということです。えー ですね、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメント欄ありましたら、ぜひよろしくお願いしますと。ありがとうございました。